ホークス先発はバンデンハーク、その立ち上がりです。先頭の秋山レフトフライ、これは中村の好守備がありました。源田キャッチャーへのファールフライ、さらに浅村もライトフライに打ち取って、三者凡退の立ち上がりでした今日の先発バンデンハーク。一方ライオンズの先発はウルフです。1回2アウトランナー2塁から、今日自身初の4番に座った長谷川がライト前へ、初回幸先よく先制タイムリーを放ちます。3回表2アウトランナー1塁2塁、この場面で打席ルーキーの源田、レフト前にタイムリーヒット、1対1ライオンズが同点とします。3回裏2アウトながらランナー1塁2塁、チャンスに長谷川に回ったんですけれども、ここは長谷川セカンドゴロに打ち取られました。4回です。2アウトランナー1塁から、その先がここは右中間を破るタイムリーツーベースになりました。これで2対1勝ち越し。なおもこの後住谷にライト前のタイムリーヒット、3対1とリードを広げました。さらに秋山がライト線への2点タイムリー、この秋山のタイムリーが後々大きくホークスにのしかかりました。5点目を挙げて5対1 4点リード。しかし6回です。ランナーを1人置いて長谷川ライトスタンドへ、これが今シーズンの第2号ツーランホームラン。5対3その差2点と詰め寄ります。さらには7回ワンアウトランナーを3塁に置いて、2番手の牧田から高田がライト前タイムリーヒット、これでその差1点とします。その後ツーアウト満塁となって、ここは長谷川そのバットに期待がかかったんですが、ここはなんとか牧田が踏ん張って空振りの三振に取りました。8回です。ワンアウトランナー2塁1塁、ホークスは4番手の森、ここで外崎が左中間へのタイムリーツーベース、1点差に詰め寄られたライオンズがその差再び2点とします。8回です。2アウトランナー1塁でデスパイネ、代打で登場してレフト前ヒット、これで1塁3塁、チャンスを広げて再び高田、2打席連続のこれがライト前へのタイムリーヒット、6対5また1点差とします。なおも1塁2塁で、しかしここは川崎セカンドゴロに倒れます。9回リードされている場面でストッパーサファテ投入、秋山源田そして浅村、なんと3者連続の三振。さあサファテが流れを譲りませんでしたので、ここで長谷川レフトフライ、これで2アウトになったんですが、最後は福田、ストッパーの増田からライトスタンドへ、今シーズン第2号はなんとなんとサヨナラツーランホームラン。まさに土壇場徳田原に足が残ったところから福田のホームランで打っちゃいました。